海天グ科は、トをオモクにところ属する魚類の分類群の一つ。海天愚天狗の落とし子など、熱帯から温帯にかけての海で暮らす、低生魚の実に属後種が含まれる。学名の由来は、ギリシア神話に登場する伝説の天魔、ペガサスから。海天グ科の魚類はすべて海水魚で、インド洋から西部太平洋にかけての温暖な海に、 分布し、ごく稀に寄水域に進出することもある。沿岸から水深150メートルまでの範囲で生活する、低制魚で、日本近海からは二属三種が報告されている。全二社は、海底でじっとしている姿が、スクーバダイビングでもしばしば観察されるが、ヤリーテングは、泥底に潜む習性があり、日本での生態観察記録は、未だない。本家魚類は、 その得意な形態で知られている。天狗の鼻に例えられる長い糞、扇のように広がる、大きな胸びれ、網目状の骨盤に囲まれて、ゴツゴツした体に加え、同種内での色彩変異も多い。生態についてはほとんどわかっていないが、普段は細長い花びれを足のように使って、海底を這うように移動し、甲殻類などの微小な低生生物を捕食すると見られている。 多くの時間を海底で過ごすと考えられている一方、産卵は海面近くで行われ、死魚は浮遊生活を送る。海天狗族の一種。扇のように大きな胸びれに対して吹く気は非常に細長く、海底を移動する際に足のように使われる海天狗科の仲間は最大で全長14から18センチメートルほどの 小型魚類であり、独特な形態を持つことで知られている。体は、上下に平たく縦平たし、硬い骨盤で覆われる。平たく伸びた糞の元に開く口は小さく歯をかき、顎を突き出す機構は、一般的な魚類とは異なっている。浮き袋を持たない。おつかぶは、リング状の骨盤に囲まれ、海天狗族は8から9個、天狗の落とし子族は11個以上である。 二族は、目の付き方にも違いがあり、海天狗族は腹足を視界に入れることができるが、天狗のお年し族では、腹足が視覚となっている。背びれと尻びれは互いに向かい合う位置にあり、いずれも五本の分子しない難情で構成される。背びれの棘状は一本の短ひれ骨が、痕跡的に残るのみである。胸びれは、比較的、 大きく水平に開き、9から19本の南上からなる。腹気は腹部に1し1棘2から3南上で、尾ひれのひれ状は8本。全災害骨が大きく発達する一方、災害骨、火災骸骨は、魔災骸骨から有利し非常に小さい。上及びあと、儀骨をかき、眼下は3種類の骨に囲まれ、涙骨が最も大きい。 ヘラ上骨は5本、椎骨は19から22個で、ハラシーの前方6個が伸長している。海天狗、ユーリペガサスドラコニス。天狗に例えられる、ヘラ上の糞が、本家魚類の大きな特徴である海天狗科には、ネルソンの体系において二族5種が認められている。本家は、その際だった、形態学的特徴から、かつては独立のウミテング、海天狗目。 ペガサフォームズとして扱われ、トゲウオメと洋人ウオメの中間に位置づけられていた。ありがとうございます。